まあ、生命力を持っているというのについています。先ほど説明したように尖閣語というのは意味によってある一定の期間、長い習慣的なものを表すときには尖閣語で、もう一つある方の点閣語は区切られた、過去ですね。だからこれね、実際僕もこのスペイン語を勉強してるときにこの点閣語と尖閣語の違いをすごく迷ったんだけども、時間の長さではないよね。時間の長さで線になるとか点になる過去になるということではなくて、このティエンポセラードといって区切られた時間の時には点閣を使うんですね。トゥーベ、私の場合だったらトゥーベ、彼だったらトゥーボだけど、で線閣を点にやっていうのは、例えばさっき説明したようにその当時とかクワンドエントンセスとか使ったりして、大体のその区切られてない過去ね、その当時私はその音楽の CD を持っていた、クラシックの CD ばかり持っていたって場合にはテニアを使うんだけども、例えばじゃあその期間がね、その期間が半年ぐらいだったにしても、それよりも長いその年、例えば1998年ミルノベシエント、ノベンタイ王朝っていう、まあ、それはいいんだけど、その年ね、年っていう区切ってしまうとトゥーベンになるね。その年とか、その日とか、その週とか、セマーナパサラ、先週っていうふうに、そういう単語をつけてしまうと、この点閣語になってしまう。まあ、ごく前にそういうティエンポセラードを区切られた時間を使っても、尖閣語を使う場合もあるんだけども、基本の文法としては、そういう使い分けの仕方をするの、スペイン語の。過去というのは。で、この尖閣語の方の動詞テネルのテニア、今先ほどのマリアと一緒ですけども、これテニアの I の上、E の上にアクセント記号がついています。なのでこれちょうどマリアと同じで三音節になるのね。テニア。先ほど言ったように I と A が15音であってもアクセント記号ティルデがつくことによってここは音節が分かれることになりますので、テとニと I になるわけ。もし仮にこの先ほどのマリアと一緒ですけど、このテニアの I の上にアクセント記号がつかずに普通に I の単語に書き方になってしまう、当然のことながらこれはニアは弱母音と強母音になりますので、ここは1音節になる。そうするとこの発音の仕方はアクセント記号がついてないとスペイン語の発音の仕方にのっとって、後ろから2つ目の音節にアクセントがきますのでテニアになってしまうね。そうするとテニアっていうとこれ寄生虫のサナダムシって意味になる。だからこのアクセント記号の一つによって音節が分かれたりアクセントにして変わったり、もっとアクセントのことについてだったり音節のその発音のアクセントをつける部分についてはもっといろいろなものがあるんだけども、いろいろな決まりがまだあるんだけども、まあ大まかに言うとこういう感じです。なので先ほどのこのロッキレイの部分はこれは別に普通に子音でお金なく、これアクセント記号がついててもついてなくてもこれは2音節です。子音になっています。はい。なのでどんどんいきますね。ロッキレイ、キレ、アル、ポ、ソ。タタ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 。ロッキレイ、アル、ポ、ソ。これも必ず必ず。E は1つ、L1 つ、クラール1つ、ベル1つ、K、これ重要語ですけども、これはいつも出てくる同じね、メ、ディステ、これはどういうふうに分かれると思いますか？ディステ、ディス